じゃじゃん。茨城が誇る銘柄豚肉ローズポーク、ポークカレー。茨城が誇る銘柄豚肉ローズポークを使用した味わい深い贅沢な味に仕上げました。これ醤油が隠し味で入ってますね。よし、じゃあ食べてみるぜ。ドゥルルルルルルーン、じゃーん。立派な豚肉がいっぱい入っておりますな、これは。じゃあお肉から今日はいただいてみます。いただきます。あ、とろっとした脂身と、まあパサついた肉というか、綺麗なルーだなー。流れるようなサラッサラの、全く濁りのないという感じが、まあカレーだから濁ってるけどさ。やべえ、うまい。これ伊達に見た目のルーが綺麗なだけじゃないよ。これ言っときますけど、目に見える具はお肉しかありません。豚肉しかありません。あと全部ルーの中に、このサラサラの綺麗なルーの中に溶け込んでるんですよ。突飛なことされるよりも、これは真っ向勝負です。言ってみれば、野球で言えば変化球じゃなくてストレート勝負ですよ。ストレート勝負で打ち勝った感じですよ、これは。いやー、カレーの道はまだまだ奥深いわ。茨城県のローズポークのポークカレーでした。